行くぞ。覚悟はいいな。戦が終わったら、俺も共にか。ああ、そうだな。そうしよう。ああ、絶対だ。お前と共に帰るため、絶対に死ぬわけにはいかないな。殺す、殺す、殺す。全員、全員、全員。この殺す、殺す、殺す。どうなっておるのだ。こやつらは小早川軍ではないのか。切っても切っても向かってくるぞ。勝てるわけがない。引くな。ここが死に場所と心得よ。行部様、殺す、殺す、殺す。一人残らず殺す。見つけたぞ、酒呑童子。ふん、お前たちか。証拠りもなく出てきやがって。お前は鬼でありながら、人である本田正信に手を貸し、この国を二分する戦の火種をまいた。先端を用い、多くの者の命を奪った。そして痩せ姫を襲い、昏睡状態にした。大罪だ。その罪ってやつは、お前たち十騎衆が勝手に決めたことだろう。徳川家康に手を貸していたお前たちが、下り顔で俺を断罪するなんて笑わせる。見ろ、戦場の様子を。徳川の勝利ももう間近だ。
そうだ、これでいい。すべて俺の予定通りだ。あとはお前たち十騎衆の首を据えて俺の勝利を祝う。俺の一族の者と共にな。首を取られるのはお前の方だ。この間の戦いを忘れたのか。お前の力では俺には勝てねえ。身を挺してお前を助けてくれるあのジジイはもういないぞ。ああ、だが俺にはこいつがいる。面白い。なら二人仲良くあの世に送ってやる。奴とは目を合わせるな。声も聞くな。心を奪われ操られる。俺の声だけを聞け。力を研ぎ澄ませればなせないことではない。そしてお前の目に俺がなり、俺の目にお前がなれ。ダメだ、先端が、先端が足りん。先端の毒に耐えられなくなったか。突然限界を迎えて動かなくなった修羅がいたのを覚えているか。おそらくそうだ。鬼の体力にも限界はある。かの者は先端を使いすぎたのだ。お前はここにいろ。ここで終わりにしよう、主天道寺。お前を撃たねば、負の連鎖は終わらぬ。これで、終わりだ。お前の負けだ、十騎衆の男鬼。これならもう逃げられんな。な、に
お前、これを狙って。こうすれば、お前を確実に倒せると思った。ただ、俺にできることをしただけだ。主典同時は頼みがある。この先家康が戦のない世を作ることができるかどうかを俺の代わりに見届けてくれ。そうか、楽しみだな。少し疲れた。眠ってもいいか。そうさせてもらう。目が覚めたら一緒に。約束だ。
もう行くの？ごめんなさい。何もしてあげられなくて。今までのことは全て夢で見ていたわ。そして今日あなたがここを立つことも。それはどうして？わかりました。あなたの好きなようになさい。言ったはずですよ。すべて見ていたと。彼との約束を果たしに行くのですね。鬼同士の約束を果たしに行くのに、どうして私が止められると思うの？あなたが納得するまで行ってきなさい。爺様方には私からうまく説明しておくわ。でも、その約束を果たしたと思った時は帰ってくるのですよ。ここがあなたの故郷なのだから。よく来てくれたな。お互い生きてまた会えるとは頂上だ。ところで和也はどうした？一緒ではないのか？そうであったか。辛い思いをしただろう。なるほど、俺と一緒だな。俺が失った者たちも皆ここに住んでいる。して、今日は何用で参った？和也のことを伝えるだけではあるまい。
顔を上げよ。伏せたままではお前の顔がよく見えん。そうだな、俺の奥部屋を守るものが不足していたかもしれん。そこでよければ部屋を用意しよう。かの者と約束したことを今度はお前が見届けてくれるというわけか。わかった。約束しよう。戦のない世を作ると。皆が幸せに暮らせる世を作ると。和也と共に見ててくれ。